今8時14分です。おはようございます。あ、おはようございます。今日も動画をご覧いただきありがとうございます。はい、ということで今日はいよいよセミナー当日ですね。今から準備します。あ、やっぱ洗顔すると一瞬で目が覚めますね。あ、気持ちいい。なんか本当にこういよいよ会うんだなっていう、あんま実感が今ないんですよね。そう、まあいい意味で緊張感がないというか、うん、脱力、力が抜けてるっていう感じですね。まあ、緊張しちゃうとこう固まってしまうので、この調子でちょっといい感じの緩さを保ちながら行きたいと思います。特にこう荷物が変わるわけでもなく、あ、ちょっとこう匂いを気にするようなアイテムは1、2個持ってきますけども、それぐらいですね。あと、まあカメラの撮影用の電池と、あ、そっか、じゃこれも必要か、充電のやつ。そう、仕事道具としてのこのバックアップはちょっと持ってく感、ちょっと増える感じですね。基本的にはこう普段の生活だったり、どっかで1、2泊旅行に行きますってなった時の荷物はとはあんまり変わらないですね。はい、じゃあ行きましょう。今朝の9時なんですけども、やっぱまだな、うん、緊張はいい意味でしてないですね。うん、なんかこのままリラックスした感じで、家に入りたいと思います。で東京駅に着きました。今9時の35分ですね。はい、じゃあ、あと、まあ、歩いて5分ぐらいのところに会場があるので、今からもう早速そっちの方に向かいたいと思います。ちょっとスタバさん寄っていきましょう。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。あ、これ大好物なんですよ。でも容器がインスタにアップしたやつじゃないので、ちょっと残念ですね。中島さん、おはようございます。すいません、ちょっと荷物があるんでちょっと握手できないですけども、はあ、今緊張してますか？いや、全然ゼロはい、ということで会場に着きましたので、今からケンジさんと中島さんと会って会場の準備を、まあ、ちょっとやりたいと思います。はあ、美味しいです。ちょっと暑いんで脱ぎましたけども、はい、もう早速4名ぐらいの方とお会いしましたけども、みんなめちゃくちゃいい人なんですよ。本当に良かったですね。もうなんかどういう方たちがこう緊張しいで来るのかなと思ったんですけど、みんなもう笑顔たっぷりで、なんかありがとうございますとか言ってくれて、いや、もう絶対今日はいい会になるでしょうと。ケンジさん来ました。あ、おはようございます。いや、すごいじゃないですかこれ。はい、すごいです。舞台、はい、あ、道がないですか？はい、はい、これで多分40キロぐらいです。40キロですすげえ。ああ、もう持てないぞ、持てないぞ。GC、こっちは5の方で撮ります、はい、なぜかというとこれレンズ手ブレ補正がついてないので。なるほど。でも多分ショッピーさんの、はい、ユーダさんには全く響かないことだと思うんで今のこと確かにレンズ内手ブレ補正とかチンプンカンプンですよ。どうですこれ、いかつくないですか？報道カメラマンみたいな感じなんです荷物は、はい、カメラと、カメラと、あと、あれですね。あ、お、エアーじゃないですか？MacBook Air ですね。おお、まあ、いいですね。まあ、マウスとかその辺ですね。はい、あとは、あとイヤホンと、あ、ここら辺のまあ仕事道具ですね。あとは、はい、セミナー用にカーディガン持ってきた。そんなもんですよね、今日は。あれ、キャッシュレス、キャッシュレスですか？キャッシュレス、ある財布を見せたい。びっくりした。うわ、めちゃくちゃかっこいいこれ、欲しい僕これ持ったら、あれですかね、持ちすぎですかね。今配信準備をしてます。なのでそれが完了し次第ですね、始めさせていただきますので、もう少々お待ちください。結婚式か。
る人たちがアクセスしてるかもしれないですけど、可能性は多分大多数こんにちは。こんにちは。ありがとうございます。2017年の6月ぐらいから今のメインチャンネルを始めたんです。視聴者の人たちと交流をしたい、会いたい言い始めました。でちょっとずつ言い続けてました。そしたら今これだけの方々が集まってくれているっていうのは本当に嬉しいです。で、今日はもう一発目なので、僕のこうやって生でこうお会いしながら目を向き合いながら話すっていうのは初めてなので、僕もちょっと緊張してます。なので、僕一人じゃなくてこう3人で話していくんですけども、本当に皆さん一人一人の力もすごい必要なので、今日は皆さんと一緒にあれこれ公演の演説とかじゃないですか、はい、じゃないですじゃないんですか、ね、硬いような気がする。すいません、じゃあお願いします。じゃあちょっと今休憩いきましょう。ラウンジもかなりいい感じになってます。見せ物、見せ物みたいにもなってますけど。見せ物って何ですか。ガラス張りになってます。ああ、そうです。あ、そうです。おお。失礼します。失礼します。たまのコミュニケーションズ。空に悪いことやってる人がたくさんいますよ。じゃあタバコミュニケーションが終わりましたので、はい、撮ります。はい、2回目の休憩に入りましたけども。ヤケンさんお疲れ様です。どうですか、なんかこう参加してくれたら、この動画でちょっと参加した方は見せれることはできないんですけど、印象どうですか。印象は、はい、20代の方結構多いんですけど、はい、だから大学生の方もいらっしゃる。いや、大学生の方もいらっしゃる。びっくりしました。これ、通じるかどうかわからないですけど、はい、こんなに志の高い、はい、20代がいる、ここまでいたんだっていうところにちょっと驚いて、もう嬉しいです。政治とかじゃなくて本当に、はい、ガチの理由なんですけど、嬉しいです本当に。そうだから、なんか日本の未来明るいなって感じですよね。明るいですね。すげー、これは映してまずいですよね。あ、いいですよ。いや、私も大丈夫です。大丈夫ですか。ありがとうございます。ガンガン、めちゃくちゃ嬉しいんですけど高校生って、すげー、今日来て分かりました話。すごい。いや、でも結構まあぐらい、まあぐらいですね今日何で来たんですか。普通にショッピンさんに会いに行く。いい、ありがとうございます本当に。またにしたらちょっとご飯行きます。はい、ありがとうございます。よろしくお願いします。嬉しいです。ありがとうございま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 した。ということで終わりました。いや、楽しかったですね。いや、なんかあっという間でしたね。うん、そうですね、割とあっという間でしたね。あっという間でしたね。なんかこんな早く終わって、サクサク進んじゃいました、ね、なんかもうまだ話し足りないみたいな内容もあったんですけど、正直まあこれから懇親会ですけど、うん、自己紹介してくれないと分かんないです。そうか、そうか、その自己紹介タイムなかったですよね。じゃあこの後自己紹介してもらいながら行きましょう。はい、はい、じゃあ大きいですかね。お疲れ様でした。じゃあ今からタクシーに乗って密会場所に向かいたいと思います。じゃあ今からですね、懇親会がスタートします。確かに、いいかも、この方が OK です。じゃあこれから頑張っていきましょう。乾杯。年齢と見た目に差がある人がここすごい多いんですよ。なのでちょっと今から当ててほしいんですけど、え、じゃあ当てていきます。おいくつですか。25。これ25なんですよ。25。まあ年相応じゃないですか。で、おいくつですか。25です。同い年ってことですか。笑いすぎですよ。失礼すみません。いいですね。でもっとびっくりする人がいるんで、もっとびっくりする人がいるんです。同い年に見えるんですよ。同じ25に見えるんですけど、おいくつですか。私は37歳です。37歳ですって。もう一回僕たちびっくりしてるんで、もうあれですけど、リアクションがちょっと、いや、すごいですね。っていうので、ちょっと面白いですね。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。あ、それ、これです、これです、これです。ありがとうございます。ありがとうございます。僕が普段使ってる、もらいましょう。ありがとうございます。ありがとうございます。使います。で、さっきも言いましたけど、どうしても悩みってものは出てくるので、今、中島さんの挨拶中です。出てこなかったりするんで。じゃあ飲み会終わりましたね。はい、お疲れ様です。かなりの大盛況でしたね。大盛況でした。じゃあ今から、はい、今から帰ります。帰ります。短いですね。お疲れ様です。ピスタンは、はい、行きます。
ということで、まあ、こうやってお土産もいただいたわけなんですけども、ちょっと感想はまた明日ですね。ちょっと喉も枯れてたり、ちょっとあの頭も回転してあったりするので、はい、また明日ちょっと頭を整理させてから感想をあの述べたいと思います。はい、ということで次のシーン行きます。はい、ということで翌日になりました。なんかめちゃくちゃ暖かくなってもう冬終わりましたね。いや、勝手にこんないい天気です。いやいやいや、最高にいい天気ですね。はい、ということで、じゃあ昨日の感想をちょっと、まあ、簡単にあのシェアさせてもらいたいんですけども、いや昨日本当に楽しかったですね。まだ興奮冷めやまらな、でしかも僕はその大学生が来てたっていうのも、まあ、もちろんびっくりしたんですよ。なんですけどさらにその下の高校生が来ていたっていうのが、いやーびっくりしましたね。いい意味で高校生に見えなかったですし、態度もちゃんとあの礼儀礼節もしっかりしてたし、言葉遣いも綺麗だったし、そう、いや未来は明るいなって思いました普通に。そう、しかもチャットワークコミュニティを見てもその後皆さんこうバーって盛り上がってくれてましたし、僕も今回一発目本当初めて視聴者の人たちと会うっていうことをやって大成功だと思ってます。かなりいいスタートを切れたんじゃないかなっていうふうに思ってますので、これから少しずつですね、あの2019年は皆さんと会っていくってこともやっていこうかなというふうに思います。はい、なので、まあ、今回あのセミナーに参加してくれた方はあれで終わりではないので、はい、また2回目3回目と会いに来てくれたら嬉しいなというふうに思います。今回セミナーに参加してくれた方、本当に本当にありがとうございました。すごく楽しかったです。ということでまた、次回お会いするのを楽しみにしてます。はい、ということで、まあ、言いたいことは言えたかなという感じなので、今回も動画をご覧いただきありがとうございました。